はい、どうも、高田元成です。この動画ではビクトリアマイル、こちらのデータ分析を行っていきたいと思っております。今年かなりの豪華メンバーなんですけれどもね、まずはデータの方からね、紐付いていきたいと、そんな風に思っております。では最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、まずは一番人気馬の成績です。こちらをご覧ください。馬券内数でいうと 50% ということで、ちょっと悪いぐらいですかね。近2年は連帯中なんですけれども、いずれも勝ち馬がアーモンドアイとグランアレグリアということで、いずれもスーパーホースだった。そこはちょっとね、補足が必要かなとそう思っております。で、それ以外の人気馬を見てみますと、4番人気から6番人気。ちょっと中穴とかね、その辺のゾーンに該当する馬が4勝を挙げておりました。それこそ2桁人気のね、馬がかなり来るような一戦でもありますので、どちらかというと波乱傾向、そんなことが伺いました。はい、続いてはローテーションです。こちらをご覧ください。こちら見ていただきますと3つ、このレースに集中しております。まず1つ目が阪神牝馬ステークス。で、もう1個は中山牝馬ステークス。で、最後は大阪杯。この3つがね、かなり主流ローとなっている、そんな印象となっております。中でも注目していただきたいのが大阪杯組。こちらの成績がですね、2、1、1、1とね、とてつもなく驚異的な構想率を誇っている、そんな印象が伺いました。例えばこの中にはビルシーナであったりですとか、名将マンボとか、その大阪杯で掲示板外に敗れてしまった、そういったものをね、この牝馬限定戦に巻き返した、かなりね、大阪杯組は優勢というかね、そんなデータとなっております。で、今年の該当馬なんですけれども、赤い糸とレイパパレ、この2頭が大阪杯組からの、ね、参戦となりました。いずれも G1 馬ということもありますし、まあ、どちらかマイルはね、久々という距離になるわけなんですけれども、このローテーションという、そんな項目においては注目してみてもいいのかもしれません。はい、続いては決闘です。こちらをご覧ください。こちら見ていただきますと、サンデーサイレンス系。こちらが7勝を挙げておりまして、ノーザンダンサー系が2勝。で、金亀系が1勝ということで、基本的にはサンデーサイレンス系優勢、そんなことが伺いました。で、中でも注目していただきたいのが、ディープインパクト3区です。こちら4勝を挙げているんですけれども、過去10年において、10年中9年で馬券圏内に入っていた。しかも結構ね、その中には人気薄も いたようなところがありましたので、もうディープはとりあえず抑えときみたいな、そんなことがね、もしかしたら正解なのかもしれません。で、今年の該当馬なんですけれども、4頭おりまして、テルゼットとゼゼルと、マジックキャッスルレイパパレ。この4頭がディープインパクト3区に該当をいたしました。まあ、マジックキャッスルなんかはね、去年のこのレースの構想版でもありますし、このレース自体が非常にリピーターの構想が目立つ、そういったところもあります。なのでね、ディープインパクト3区、まあ、4頭いるんですけれども、その中だとね、ひときわ注目してみたいようなね、そんな意図だと考えております。はい、続いては年齢別の成績です。こちらをご覧ください。こちら見ていただきますと、4歳から5歳、こちらのゾーンに該当した馬が8勝を挙げておりました。で、高齢馬で言うとね、例えばストリートガールが、このレース勝って引退みたいな、そんなこともあったんですけれども、馬券内に入った馬のほとんど、こちらがね、6歳以上で馬券内に入った馬っていうのはほとんど G1 馬だった。ここはちょっとね、補足した方がいいのかなと思っております。で、今年の6歳以上の該当馬なんですけれども、シャドウディーバと、ローザノワール。この2頭がね、6歳以上の馬に該当したんですけれども、ちょっとね、2頭とも G1 での馬券圏内がない、そこに関してはね、ちょっとマイナスかなと言わざるを得ません。はい、続いては機種別の成績です。こちらをご覧ください。こちら見ていただきますと、ルメールジョッキー。こちらが3勝を挙げておりましてね、非常にビクトリアマイルと相性がいい、そんなことが伺いました。で、それ以外ですと、戸崎啓太ジョッキー。こちらもですね、数字で言うと2024ということでね、馬券内を4回あるという、そんなジョッキーなんですね。まあ、ストレートガールの連覇なんか記憶に新しいところではあるんですけれども、それ以外にも三着穴とかね、そういったところの構想もありましたので、非常にビクトリア周りと好相性ジョッキー、そんなことがこのデータから伺いました。で、今年の出走馬なんですけれども、ルメルジョッキーがね、ファインルージュに騎乗予定で、戸崎啓太ジョッキーがマジックキャッスル、この2頭ということでね、騎乗予定となっております。先ほどちょっとマジックキャッスルに触れたので、今回はファインルージュに触れたいんですけれども、この馬前走が東京新聞杯2着、勝ったイルーシブパンサーは相当強いです。あれは、ちょっとびっくりしちゃったぐらいの強さだったんですけれども、やっぱその中にあってね、ボア混合重賞で構想を果たした、まあ、例えば、その東京新聞杯構想した牝馬で言いますと、リズグラッシュなんかもね、この東京新聞杯を構想して、今回のビクトリアマイル、こちらで構想を果たしておりました。まあそういった部分とね、先ほど照らし合わせたジョッキーのね、ルメールジョッキー、好相性、そこ考えるとね、要警戒といける、そんな一頭なのではないでしょうか。はい、続いては枠順別の成績です。こちらをご覧ください。
1枠から3枠、まあ、要は内枠ですよね。内枠に入った馬が5勝を挙げておりました。これ見るとね、完全に内枠有利、そういったところが言えるのかもしれないんですけれども、実は、6枠から8枠、要は外枠の方も意外と勝っているという、そんなところとなっているんですね。まあ、先週お伝えした NHK マルカップ、こちらがかなり外枠有利というね、レース傾向、データの上では示していたんですけれども、こちらに関してはね、割と内枠もきます。なんで枠順に関してはね、さほど考えすぎない方がいいのかなと、そう思っております。はい、続いては客室別の成績です。こちらをご覧ください。こちら見ていただきますとね、中段を進んだ馬、こちらの方が6勝を挙げておりました。基本的には差しタイプとすごく相性が良くてですね、過去の勝ち馬なんかも結構中段あたりから差してきた、そんな馬での勝利が目立っておりました。で、今回は上がり3ハロン、こちらの方にも目を向けてみたいんですね。上がり3ハロン最速馬なんですけれども、目下6年連続で、馬券圏内を確保しておりました。その中には11番人気2着という電光暗示なんかも含まれておりますので、やっぱ切れる馬を狙う、基本的にはね、これが一つのこのビクトリア周りにおける構想パターンと言えるのかなと、そう思っております。で、今年の出走馬の中で前走が上がり3からの最速、こちらに該当した馬というのがテルセットという馬ですね。去年のこのレースも参戦いたしまして、ちょっとね、惨敗を喫してしまったんですけれども、当時は、ダービー卿からの参戦ということで、レース感覚としてはね、多少、まあ、もしかしたらきつかったのかもしれません。で、今年に関して言うと、中山牝馬ステークス、まあ、ちょっとダービー卿より前のレースなんですけれども、そちらをひとたたきしての参戦となりました。こういった感覚を上げたろうって言ってもね、一つ、この G1 におけるかなり構想パターンの一つではありますので、昨年とはちょっと違うね、そんな姿を見せてくれるのかもしれません。はい、最後にですね、今回出走する馬の中で構想率が高いという、そんなデータをお伝えさせてください。まずはレイパパレ。この馬に該当するんですが、ボバ混合の国内5馬 G1 の勝ち馬、こちらに該当した馬というのが3010とね、非常に安定したそんな成績を残しておりました。こちらの4頭なんですけれども、例えばアーモンドアイであったりですとか、グランアレグリア、ストレートガール、湘南パンドラ、こちらの馬たちが該当したんですね。まあ、アーモンドアイとグランアレグリアはね、ちょっと反則というか、チート級の強さだったんで、ちょっと参考外かもしれないんですけれども、湘南パンドラなんかはね、4歳の時にこのレースに参戦したんですが、当時は馬券圏外になってしまいました。ただその年の秋にですね、ジャパンカップを制して臨んだ翌年のビクトリアマイル、こちらの方ではね、ちゃんと馬券圏内に入っております。あと、なんといってもストレートガール、この馬については外せないんですけれども、この馬はね、7番人気という低評価だったんですが、前年のスプリンターズステークスでして、実績を積んだことでね、このレースでもこう結果を残しました。で、ちょっと話飛んじゃうんですけれども、レイパパレに関してはね、大阪杯、去年の大阪杯で勝利があります。まあ、戦力が久々ということでね、ここはちょっと懸念点ではあるんですけれども、あくまで現時点のデータ、こちらにおいてはね、強調材料が多い、そんな意図と考えております。で、あともう一つの、構想率が高いという、そんなデータなんですけれども、これ2頭ですね、ソダシとソングラインに該当するんですけれども、東京芝 1600m の重賞勝ち馬、こちらに該当した馬というのが10年中8年で馬券圏内に入っておりました。で、こちらで注目していただきたいのは人気なんですよね。例えば11番人気1着のペルシーナだったりですとか、12番人気2着ホエールキャプチャーで、11番人気、2着の電光暗示だったりですとか、超人気薄の激走、これ結構ありました。これね、まあ、例えばペルシーナとかホエールキャプチャーなんかはいわゆるリピート構想にも該当するんですけれども、やっぱこの東京マイルの芝重賞を勝っていた、これが一つやっぱこのレースにおけるキーポイントとなっている、僕はそう思っているんですね。で、ソングラインとソダシなんですけれども、ソダシが2歳の時にアルテミスステークスを制しておりまして、ソングラインは去年の富士ステークス、こちらボバ混合のね、そんな一戦を制しておりました。もうちょっとね、ソダシが前走フェブラリーステークス、で、ソングラインがサウジですかね、サウジがドバイか、からの参戦ということで、かなり異色のローテではあるんですけれども、この2頭が秘めるコース適性、こちらに関してはね、やっぱ見逃すわけにはいきません。はい、続いては構想率が低いという、そんなデータの方もお伝えをさせてください。これシンプルですね。レシステンシアに該当するんですけれども、ダイヤメジャー3区がこのレースでは00010と一等も馬券圏内がありません。それこそ去年のね、レシステンシアにも該当してしまったんですけれども、それ以外だとね、ミスパンテールという馬が、重賞勝利から臨んだんですが、それでも馬券圏外になってしまいました。同じ東京戦力でいうとね、NHK マルカップなんかは割と相性がいい印象なんですけれども、こちらの、たった一種の、ね、違いなんですけどね、ビクトリアマイルでちょっと構想率が低いという、それこそレシステンシアなんかもね、去年、参戦したんですけれども、ビクトリアマイルは凡走。
ただ NHK マイルの構想という、そこがねちょっとダイヤメジャー3区の分かれ目というか、そういったところになっているのかとそう思っております。あともう一つの構想率が低いというそんなデータなんですけれども、こちらが名勝ミモザ、この馬に該当するんですが、前走一着かつ、今回金量増、こちらに該当した馬というのが01026、凡走が非常に目立っている、そんな結果となりました。こちら敗れた馬の中にはね、3番人気以内に押されていた馬、こちら6頭もいるんですよね。にもかかわらず全てが馬券圏外になっておりまして、唯一馬券圏内に入った馬というのが重賞3連勝というね、非常にいい勢いを持って臨んだサウンドキアラ、この馬に該当しておりました。ちょっとね、その名勝ミモザに関して言いますと、左回りの良績がねなかなか乏しいというそんな馬なんですよね。確かに前走の阪神牝馬ステークス、割と実績馬も揃った一戦だったんですが、そちらを蹴散らした、ここは結構ね充実期を迎えたのかなと、そう思ってしまったんですが、ちょっとね、今回金量が増えること、かつ左回りに変わること、この2点はねかなりマイナス材料と言わざるを得ません。はい、以上でビクトリアマイルのデータ分析は終了となります。このレースなんですけれどもね、ボバといかに好勝負をしてきたかどうか、ここかなり重要だと僕は思っているんですね。まあそういったところが垣間見えたデータ分析となっておりますので、ここから週末の予想だったりですとか、週中の前頭分析、こちらにつなげていきたいと、そんなふうに思っております。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。